でも、吉行さんは、しぶしぶ従うっていう。うん、もうそこが、もうたまらんところだよ。たまらん。そうなのよ。そこがたまらんのよ、吉行って。第1回、富野の使いあらへんで、チキチキ、富野吉行の世界我々今やってるね、はい、富野吉行の世界っていうね、はい、展覧会に行きまして、行ってきました。もうたくさんの吉行を浴びてきたわけですよ。もう浴びに浴びまくったよ。浴びまくったね、本当に。一生分の吉行を選手したんじゃねえかと思うくらいやりました。吉行 100% の人間、もうそれそうだよ。吉行しかいねえねえかな、その空間に。もたれするなぁ。もたれしましたね。静岡でやってますね、今ね。はい。はい。なんだけど僕はね、はい、あの、吉行作品を全く見てないんですよ。何やってんだよ。日本人か、本当に。もう見てないけども、吉行を浴びに行った。ああ。初見で浴びに行った。初見で浴びたら、それはもう、職場起こしちゃいますよ。で、俺はね、ちょっと吉行にやられたんで。お、やられました。ちょっと吉行の魅力に気づいてしまった。おわぁ。ガンダムより先に気づいた。早い。素晴らしいね。もうちなみに、吉行大好きの私が見たら、2時間半かけて、おそらく展示の 20% しか見れませんでした。うん、それぐらいの密度です、この展覧会は。もうだってこれ見てもらえばわかりますよね。うん、これは、あの、公式のカタログ。公式のカタログっていうか、図録なんです、うん。どんだけあるんだって話ですよ。でも、この中に全部収まってないからね。そう。結構抜けてるんだよ、これ。抜けてますね、確かに。普通の美術館の倍はある。倍はある。価格なんと、4000円プラス税です。うん、普通のズラケ2000円くらいです。はい、うん。2000円くらい。もう学芸員の愛でよ、これは。はい。学芸員の愛だね、確かにね。うん。うん、もう吉行がね、たくさんありましたね。うん。もう、俺は、吉行の作品を見たいと思った。お、素晴らしい。いい心構えですね、うん。だからもう、俺のようにちょっとね、うん、そのガンダムとかね、ちょっと苦手意識を持ってる人っていると思うんだよね。まあ、ありますね。だけど、そういう人に向けて、うん、もう誰も、何の作品でなくても、うん、もう、今回はね、もう、吉行の、アニメ企画書から、入ろうっていうね。またディープな。またディープな入り方。またディープな入り方。そこは開放ですよ。もう、どっそり抜けてたんそこだけ。時はパート。富野吉行さんで、はい、1941年のね、はい、もう、御年、78歳です、うん。おじいちゃんですよ。はい。もう、後期高齢者です。そうだね。そうか。あの、保険もらってないといけないよね。はい。だけども、こんなに元気なんで、はつらつとしてる。今回に撮った写真ですよ、吉行さんね。うん。この、もうこの笑顔。そうです。全くのない、綺麗な顔。あの、よく芸能人とかである15年前に撮った宣材写真ですとかじゃないです、これは。バッチリ富野さん。今の吉行さんです、これが。はい。だって、シワがねえもん。80近いんでしょ、うん、そうだね。もう、うん、もう来、2021年にはもう80歳ですね。で、肌の質が50代だろ。そうだね。ちなみに、宮崎駿さんも同い年ですね。41年だとね。はい。元気なじじいが多いね。元気なじじいが多いです。小芝がねえもんな、すごいな。小芝がねえ。まあ、それはねえかもしれないけど。うん、展覧会はね、なぜ吉行さんが承諾したのかっていうのを書いてるところがあってね。うん。まあ、ちょっと意訳しながら読んでいきますと、うん、このね、今回のために、その作家性っていうのがどうしてもアニメ監督っていうのは評価がされにくいと。うんうんうん、でそれがどうしても悔しいと。うんうん、そして、まあ、作家性があるっていうことを、吉行ファン以外にも知ってもらう機会を作るために、まあ、こういうものを設置したんですよ。うんうん、だからそこから、現在も作家の道に進もうと思っている若者にも、うん、ぜひこれを見てね、うん、その制作の姿っていうのも知ってもらいたいし、観客にもね、うん、あの作品の中にある真意っていうものを、うん、洞察する姿勢を身につけてもらいたいっていう、ね。なるほど。だから私は、こういった形でもう恥をさらしたって言ってるんだよ。はい、うん。はい。書いてありましたね。はい、うん。恥をさらしておりますって。うん、独自の道を進んでもらいたいって言ってるんだよ、うん、若者に、うん、だけどね、もうこれはね、俺が思うに、うん、吉行さん知らない俺でも感じ取った一文があってね、うん、その洞察する姿勢を見せても欲しいんじゃないんだよ、うん、知って欲しいんじゃないよ、うん、僕の真意を知ってよって言ってるんだよね、うん、ああ、なるほど、うん、
話を聞いてくれと、うん。聞きなさいよって言ってんだよね、吉行さん。おそらく。ガンダム口調。そういう気持ちもあると思う。まあ、あるだろうね。もうそういうのが、もう、しょっぱなから展示されてる。そう、ね。コンテンツの中の、たまらんですよ。たまらんですね。このために美術館がある。うん、もう正しい使い方ですね。そうですね。いやー、ね。美術館というか、ね、ベテランの学芸員さんとかになると、うん、やっぱこういうアニメのやつって、受け入れない人多いですよね、うんうん。金儲けのためにやってるっつって言ってね。うん、僕も学芸員の資格持ってるんですよ。あ、そうなの？すごい。学芸員資格っていうの授業、ちゃんと大学で受けてたんです、うん。で、そこの先生は、やっぱりこういうものは、けしからんって言ってて、うん、それはもう、カルチャーじゃないだろうって言って、うん、だからその文化じゃないから、うん、こういうものは美術的な価値がないって言って、うん、もう球団されてて、俺は、なんだとーって思ってたんだ。なんだとーって言って。お前ガンダム見たことあるのか、お前ガンダム見たことあんのかって言って。で、今回も、富野、で、これ、ね、しっかり読むと学芸員の人も、そうやって、それが嘆かわしいって言って、うん、ちゃんと文化なのにって言って。で、なぜそんな風に言うのかっていうと、学芸員の人がサブカルチャーに精通してないからだって言うんですよね、うんうんうん。で、サブカルチャーに精通してる私たちが、最初にやりたいのが、うん、吉行ですと、うん。素晴らしい。拍手拍手本当に素晴らしい。なぜ名古屋に来てくれないのか。うん、いや、その時、イデが発動した。まあね、うん、ちょっと僕は文句言いたいんですけど、まあいいですよ、それは。ね。ね。エーテルさん、エーテルさん、あんた世話になっただろ。ガンダムでいくら儲けたんだ、お前。やれよ、協賛して。喧嘩してんじゃねえよ、喧嘩してんじゃねえよ、つまり。もう、吉行ファンが叫びが。吉行ファンが叫びが。名古屋にいる吉行ファンが、もう、総出で立ち上がってるんですよ。ああ。メイテルふざけんなーつって。もう、乗り移って。もう、ストを起こしてやりたいぐらいですよ、本当に。東別院まで行って。うん、まあ、そんなことどうでもいい。もう、吉行ファンがね、愛を抑えられた。そう、俺は愛を抑えられた。俺は吉行のファンだから、うん。もう、もう10年来ぐらいのファンだから。限界オタクは。うん、限界オタクは。あと僕は、ロボットファンじゃない。うん、俺ガンダムが好きなんじゃない、うん、俺ヨシユキが好きなんだよ。ずっと。うん、ずっとヨシユキ。ずっとヨシユキが好き。うん、ずっと、だから俺は他のガンダムシリーズはそんな好きじゃないんですよ。その、ヨシユキが監督したガンダムは好きなんだけど、うん、シードとかダブルになると俺ちょっと違うんだよね。うん、もう、世代そっちなんだけど。だから俺は15歳の時に見たファーストガンダムが忘れられない。朝までガンダムってやってたんだよ。メーテルでね。やってたね。やってた。筋金入りの。筋金入りの吉行ファンです。だから私の高校生の時の生活は、吉行です、ほぼ。ほぼ、吉行のアニメを見続けるっていう1年間がありました、ほぼ。ここにいたぞ。監督笑って。青春を捧げたこと。そう。それはね、2時間半で見切れませんよ、全部を。うん。あ、それはしょうがない。それはしょうがない。もう俺たちとは思い入れが違う。思い入れが違うんだから。いや、一緒に行ったね、矢野くんの管理人は、2時間半で、あ、僕も全部見終わりました、みたいなこと言ったけど、全然見終わってねえよ、俺。お前、ガンダムの最初のやつしか見てない。イデオンも見てない。ゼータガンダム見てない。V ガンダム見てない。ブレンバードン見てない。うん。どうすればいいんだって言って、もう私は頭抱えてました。いや、俺たち常備天神もいたから普通に。そうでしょ、うん、俺常備天神って見る暇もないよ、本当に。うん、もう、これが皆さん、限界オタクってやつです。選手たち。選手たち。これ選手です。愛選手です。です悲しみの選手。悲しみの選手。そんな劇場には愛選手がいっぱいいて。そう、劇場。そう、そこにはね、愛選手がいっぱいいましたね。うん、だってね、管理人の隣で見てた人なんて、うん、なんかこうやって見ながら。そういうことかーって言ってたらしいですか、ね、多分30年来ぐらいの謎が解けたんでしょ、そこで。もう行った甲斐があって。行った甲斐があって。行った甲斐があって、それだけでも、この展覧会。うん。ドキュアバードで、この展覧会っていうのはね、うん、まあ、吉行さんも少年時代からやってるんだよね。ほうほうほう。はい。やってました。はい。もう本当に小学校の頃の作文とかね、うん、中学校の頃の作文っていうのがあって、うん、吉行さん子供の頃どうなったのかっていうと、うん、まあね、主に、宇宙に興味があるとなったんだよ、うん。で、父親が、その軍事の関係の、油圧服の研究をしていた、うん。そういうのもあって、ちょっと宇宙とかに興味があった。うん、だから中学の頃には、まあ、月面旅行、月の月旅行っていう作品を書いて、うん、今の技術でいくとこうこうこうなりますよっていうのを書いて、うん、だからもう根っからの科学工作、吉行さんっていうか、そうだ。で、その中にも、と言いつつも映画を見てね、うん、このストーリーにはリアリティがないと。うん、つまらんという生意気な青年でもあった。生意気ですね。うん、はい。吉行さんっていうのが高校時代に書いた作文があって、うん、もう内容っていうよりこの
この時の扱われ方がね、うん、俺、吉行さんらしいなと思った。俺知らないけど、うんうん、知らないけど吉行さんらしいなと思うんだって。うん、その高校での、そのね、弁論会っていうのが、うんうん。で、その時に核戦争とか、ね、核の使用についてっていう作文があったんだ、うん、で、そこにこうこうこうだから、うん、そのね、私たちは一人一人の力で、核っていうものの危険性とか力っていうのは、それを平和利用するっていうことを、自分たちの力で、忘れてはならないって言ってた、うん、ならないっつってた、ね、ならないって言ってそれがどうだったのかっていうと、全部、先生にバッテンを。そうなんです。うん、で、平和利用に向けて、うん、誰のためでもなく、うん、一人一人の力であることを忘れてはいけません、うん、いけませんって言ってた。いけませんでしょって言ってた。そうそう。であるじゃないでしょ。もうあの、根っからの、そうだ、演説気質なんだよ。基本的に。で、俺がこの時気になったのはね、うん、吉行さんが実際の本番の弁論大会で、どっちの言葉を言ったのかってことなんだよ。うん俺は、先生に訂正された方を、しぶしぶ言ったと思う。俺もそう思う。それが吉行なんだ。それが吉行なんだ、俺も思う。これは俺もそう思う。そこを考えるのが、面白い。面白い。だって、じゃあ富野さん、ほとんどのアニメどこ共産で作ってるんですかって言われたら、それはもう B ですよ。財団 B で作ってるわけです。だって資本で言ったら仮面ライダーと一緒だからね、富野さんのアニメって。だこっからも見える、うん、もう高校時代から始まる吉行青年の苦悩がある。一生の苦悩だよね、これが一生の苦悩だよ。本当に自分が言いたい。言いたいってことをバッテンってさせられて、でも吉行さんは自分を通せないんだよ。押し守るはそこで自分を通すんだよ、絶対。絶対通すね、あの人ね。でも吉行さんは渋々従うって、うん、もうそこが、うん、もうたまらんところだ。たまらん。たまらん。そうなのよ。そこがたまらんのよ、吉行って。そうだよ。あの、もうね。まさにシャアだよね。しぶしぶ納得してるんだよ、ずっと。うん、妙に大人なんだよ。でもそこを納得できない子供の部分がずっと残ってるんだよね。もうね。たまらんな、吉行。もう俺は一瞬に一瞬でね、もう吉行の沼にはまったね。そう。そのさ、作文にしたってさ、今、世界は冷戦状態であるって書いてあるのよ、うん。で、そこに、先生がルのとこに、バッテンって書いてあって、ありますって、訂正されて、いちいち全部訂正されてんの。もう、爆笑もんだよね、あれ。あの、多分学芸員の人も、笑ってください、ここって言ってるんだもん。もう、吉行さんは子供の時からこういう風なんですっていうところを、分かってんだよ、この人たちも。原点が。原点が、ここですって言って。うん、もう、バッテンされてるのが面白すぎるな、それも。もうこれだけでもね、うん、たまらんしたまらんよ、ね、うん、もうだって、俺その作文から10分ぐらい動けんかった。面白すぎて。ずっとこうじゃん。ずっとこうね。いやーもうほんとね、素晴らしい人だな。そうだね。うん、で、まあ、アニメーターになってね。うん、まあ、アニメ進行に入るんだよ。うん。虫プロのね。で、そっから演出の方に行って、うん、まあ、そこで頭角を現して、うん、まあ、フリーランスの演出家になると。うん、そう。でも、コンテを書きまくった時代があるんだよね。コンテ千本切りなんて言われた時代ですね。だけども、給料が安くて、うん、それでも生活ができないっていうぐらいの。うん、そう、この時も結婚しようからね。うん、子供もいるんで。あらららら。だけど食えないんだよ。あらららら。コンテ1000本切っても食えないんだよ。あらららら。そんな時代です。どんな時代どんなブラックですか。そこで赤毛のアンとかもやってる。おー。赤毛のアンとか、あと、あれもやってるね。未来少年この辺やってる。あーはーはーはー。一話だけ、富野さんクレジットされてる回がある。ちゃんと。まあ、宮崎あゆみ使えねえって言われて全部書き直されたらしいけど。そこでも。そこでも。そこでも。もう、その運命が残りられない。っていうところで、海のトリトンっていうね、うん、初めてのアニメ監督。原作がね、手塚治虫。手塚治虫の海のトリトン、ね。もうレジェンドです。はい。もう、あがいたっつったけどダメだったみたいな。うん、で、もう、挫折をしたと。うん、いきなり富野さんも挫折をするんですよ。うん、そして、行く中で出会うのが、うん、ザンボート3とかね、ありますけど、うん、ガンダム。やっぱりガンダム。もともとはガンボーイっていうタイトルで、うん、それがガンダムになった、うん。で、そこにある企画書、うん、富野さんが書いた企画書があるんだけど、うん、そこに書いてあるのがね、キャプション、
君は何に生命をかけられるのかっていうキャプション。うん、で、テーマが自由と義務。うん、で、そこで映像が、修羅の連続なんだよ。うん、そういう映像を俺は作りたいって言ってるんだよ。うん、それが吉行さんの理想である。で、高校時代からそれは一切変わってないんだよ。それの結果何か生まれたのかっていうと、ガンダムなんだけど、うん、そこにはね、到底ありえないロボットがあるわけですよ。何、吉行さんはね、過去に言っていたわけですよ。うん、様々な映画を見て、うん、まあ、リアリティがないとか、ね、うん、散々言ってたわけですよ。言ってましたね。その果てに自分が咲いたのがガンダムっていう。うん、ちょっとした皮肉ですよ、これ。皮肉ですね。ブーメランがね、ブンブンブンって突き刺さってすごい長いブーメランだけどね。スコーン。額にスコーンって入って、うん。まあ、本当はパワードスーツにしたかったって言ってるけどね。うん、ロバート・エハイラインの宇宙の戦士だよね。だからモビルスーツ。着たい。着たいんだけど、当時はマジンガー Z が流行ってて、おもちゃメーカーから、身長がだいたい50メートルがデフォルトの世界の中で、頑張ってそれでもでかい。本当に足いるのかって。だから自分が死ぬんだよ。だからあの1話でいちいちザックがさ、バーンって言ったら、でっかい薬局飛ぶじゃん。うん、あれいらねえだろ、あの薬局絶対に。絶対いらないんだよ、あの薬局。でも、戦車でよくね。戦車でよくねえと思うんだけど、もうそれ、しょうがないしょうがない。もうそこからも、吉行さんの苦悩であるんですよ、ね、はい。これを俺は受け入れなければならないという苦悩。うんうん、もうそれがありありと見えてる。うん、だってね、もう自由と義務なんで。うん、吉行さんもガンダムなんてね、うん、どうでもいいんだよ、マジで。パワードツースとかどうでもいいんだよ、うんうん。ちょっとでも成立させようと思ってこだわるけど、うん、本質的にはどうでもいいんだよ。うん、俺の言いたいことがある、うん。それ言わせてくれって言ってんだよ、ずっとね。で、それが、一番現れてる一文っていうのが俺はあると思ってね。うん、イデオンで。出ました。ガンダムの次のイデオン。出ました。もうこれは内容じゃなくてね、うん、企画書の欄に出てると思うんだよ、俺は、ね、あ、主題って、うん。主題何々何々、うん。まあ、ストーリー上のこういう展開をしますよ、うん。物語の話をして、その下にあるのが、物語としての体裁ってあるんだよ。体裁ってあるんだよ。うん、この体裁をどう受け取るのかってことなんだよ、ね。俺はこの時、吉行さんはまだね、うん、制作人を信じてる、うん。どういうふうに信じてるのかっていうと、俺のやりたいことを理解して一緒に頑張ってくれるっていうことを信じてるんだよ。うん、ああ、いいじゃないですか。だから、こういうふうにテーマが本当にあるんだけど、うん、体裁としてはこういうふうに持っていくよっていうふうに書いてる、うん。ああ、表のテーマみたいな。すべてを晒してるんだよね。うん、吉行さん、この時っていうのは。うん、はいはいはい。でも、この後分かるんだけど、うん、ちょっと不評を買うわけですよ、主人公、うん。で、それからどうなるのかと、うん、なるとね、もうこっからのね、うん、企画書、俺、現場で見たんだけど、うん、図録いくら見てもね、ちょっと載ってない企画書があるんだよ。うん、キングゲーナーとかなんだけど、うん、はいはい、あのね、どういう風になるのかっていうと、うん、あの少年たちが成長して、こうこう、こういう風に展開をしていくことで、うん、証券を広げるって書いてあるんだよ。証券、飽きないの、うん、その、飽きないをこういう風に広げられますよっていう提示をしてるんだよ。お企画書の中で。書いてあった。これをどういう気持ちで吉行さんは通したのかっていう感じだよね。うん、絶望ですよ。そうだね、うん。自由と義務とか、ね、うん、イデオンのね、うん、体裁とか、もうそこまで信じてた。制作で信じてたけど、うん、それじゃ、あ、ダメなんだなって思った。うん、だからもう従いますよと。うん、従ってこういう証券を提示しますよと、うん、でも俺こっそりやるけどねって言ってるんだよ、うんうん、吉行さんも、ね、うん、もうそこでの絶望が、うん、もう俺はねたまらんと思った。たまらん。この変革、うん、絶望をしていく中でもその自分の作家性っていうのを絶対捨てないぞっていう意思がちらっと垣間見える吉行さんの分、うんうんうん、もうたまらんわけです。たまらんわけですね。戦い続けるわけです。戦い続けてます。愛戦士ですよ。彼自身が愛戦士。知り行く男たちはって、うん。もうね、もうそこで俺はね、ちょっとね、心を打ち抜かれてしまった。吉行。吉行。っていうところからね、なんで吉行さんはこんなに愛されるんだろうっていう考えになった、うんうんうん。
それが俺分かったんだよ。おお、何ですか。はい。あの、吉行さんってね、尊敬されるとかっていうのもあるかもしれないけど、うん、もう尊敬とかね、そういうイフのね、うん、レジェンドっていうよりも、うん、もうそのね、吉行さんの溢れる純粋さと素直さっていうのがもうね、うん、愛らしいんだよ。愛らしいですね。もう可愛いんだよ、そこが。うん、どんな目にあっても、うん、吉行さんってね、ピュアなんだよ。どんなに偏屈でも素直なんだよ、うん、もうそこがね、多分ファンはたまらんと思う。だからこんなグッズが出るんだよ。そうだね、監督笑って、監督笑って、こんなん作るね、うん、監督いないよ、世界中探してもいない。タランティーノでもこんなん作んない。監督だから、うん、演者じゃないから、ね、でこれ学芸員がいいんですね、やりましょうよって言ってるんだよ、うんそうだね。別にこれ、手伝いに来たら、アルバイトの姉ちゃんが考えてるわけじゃないからね、多分これって。うん。がっつり公式グッズだから、うん、これ。ここに入ってるんだから。うん、そう。うん。吉行さんの許可ももらってるんだよ。もらってますね。うん。素晴らしい、素晴らしい。こんなに愛されてる監督いないですよ。うん。いないね。うん。まあ、可愛いんだよね、富野さんって。うん、なんか。うん。言ってることも可愛い。あの、アニメの中で言ってることも可愛い。うん。うん。ただ、本当に演出が上手いんだもん、人。見ると、本当に。うん、あの、ビビるぐらい上手い時あるね、たまに。うん、たまにって言っちゃう。いや、あれだけど、うん、本当にね、演出さえまくりなんだよね。うん。だから、なんていうのか、何回見ても、なんでここにこうしたのか、わかんないんだけど、うん、後から繋がってんの。なんか知らないけど。うん、え？あれ？あれ？伏線じゃなかったはずなのに、伏線になってるし、って思って。うん、ま、魔法使いって、本当に。はあ、はあははあ、は。で、俺は、ものを作るというか、まあ、大学入って、うん、ちゃんと映像とか勉強するようになってから気づいた。うん、それまでは、吉行可愛いと思った。うん、吉行は、もう、なんていうのかな。なんて、おそろ可愛いだよ、これは。おそろ可愛い。新しいじゃん。うん、おそろ可愛い。うん。なんか、キモ可愛いとかじゃない。おそろ可愛い。おそろしいね、本当に、富野さんって。トリトンのところで、うん、あの、そんなに枚数が書けないって言って、うん、で、海の中で戦闘する、第1話だったかな、うん、戦闘するって言って、で、なんか、なんていうの、あの、ワンピースの第1話に出てきた敵みたいな、うん、あの、首の長いなんか海流みたいなやつが出てきて、それがトリトン戦うと。うん、で、トリトン倒すんだよ、うん。で、倒すシーンどうすんのかっていうと、やーみたいな感じで、うん、決着どっちが勝ったかみたいなところで、トリトンが、スタッって言って、海の方に行くと、後ろで赤い波がザッバーンって上がってる、ね。赤い波が上がってるって時点で、あ、勝ったってわかる。だからあの、でっかい海流が、本当に血を流して、うわーとかっていうシーンも、書かずともわかるでしょっていうのも。ああ、なるほど。だから制作、だからそんなに、その、なんていうのかな、あの、宮崎さんたちみたいな、優秀なスタッフだけじゃないから、うん、富野さん抱えてるスタッフって。だから、かける枚数も限りがあるから、もう、どうすんのかって言ってやって、赤い波を立てれば一発でわかるっていうのをやってるっていう。土着さんうまいわと思って。うん。もうこれが吉行ファンです。これが吉行ファンです。10年来。10年来ね。はい。で、あれだね、ラストにどんでん返しがあるっていう。今、うん、もう、今アニメだと、まあ、流行るやつは大体これだよねっていうやつがあるけど、トミーさん海の鳥とんでそれもやってますから。早っ、うん、うん。もうやってます。で、ザンボト3でもやってます。はあ、だからもうトミーさん、もうそこにいないんだよ。もう、先行っちゃってんだよ。もう、俺先行ってったらって言って、うん、もう、40年近く前に、もう今のアニメを、もう、行っちゃったもん、もう先に。天才です。マジで。うん、早いです。早いです。もう実はこれからが吉行の、あの、時代なのかもしれない。うん。うん、ようやく落ちた。富野さんの、あの、なんていう、ストーリーテリングって流行んないんだよ。うん、あの、見るに人間のリテラシーを要求するから、すごい。すごい要求するから、わかりにくいんだけど、うん、まあ、人類がニュータイプになれば流行るタイプ。もう、吉行さんがもう、本当に魅力的だっていう話をしてきましたね。うん、はい。はい、もう一切アニメの話をしないしてない、うん、もうここを入り口にしちゃおうっていう。そうですね。新たな入り口をね。そうです。もう、この展覧会が僕に示してくれたわけですよ。はい。はい、監督萌えです。監督萌えです。はい、ですからもう、ぜひね、私は、吉行も、知っていきたい。うん、あ、お、今ヒデもやってるのに。
ヒデもやってる。あら、さらに、さらに、さらに、ヨシユキも行く。ヒデもヨシユキも行く、俺は、うん。ということで、うん、まあ、すぐにはね、まあ、ちょっとエヴァ特集あるので、できないんですけど、うんうん、まあ、その後にはもうね、ヨシユキ特集やります。待ってますね。ヨシユキが待ってます、皆さん。待ってますよ、はい。ということで、はい、まあ、ヨシユキさんの魅力が本当に、ね、うん、もう伝わる素晴らしい展覧会だったということで、はい、これは本当に素晴らしい展覧会でした。うん、何回も行っていいと思います。うん、2回に行くと思うんで、はい、はい、吉行さんの魅力をしたところで、まあ、この動画が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、入居者登録よろしくお願いします。監督笑って。